この全日本姉妹フェスティバルはですね、獅子博物館表彰式というのを兼ねております。今年で第13回目を迎える表彰式を、ただいま行いたいと思います。13年前にですね、行いましたのは、本日もお越しだと思いますが、登戸の姉妹さんは見えてますか？あ、見えてますね、岡山さんも。13年前にですね、鴻巣市の登戸で約半世紀ぶりに獅子舞を復活させた功績と、それからもう一つは沖縄でですね、その当時287年前の琉球王朝の中心の影の獅子舞、マリー獅子というのを復活させた、その2つに触発されまして、獅子博物館表彰式というのを始めました。でしばらくは館内でやっておりましたが、こちらを始めてからここで、一緒にやることにしまして、今回第13回という目を数えます。今回はですね、三重県の四日市市から、鳥居露木様、実は惜しくも4月に、亡くなられているわけなんですけれども、その奥様、それからご家族の皆様、今日遠慮はるばるお越しくださいました。それでは鳥居露木様の奥様、鳥居一夫様、どうぞ壇上にお上がりください。ですね、三重県四日市市の服部克行様は、亡くなるまで14年間にわたって三重県の獅子舞約200箇所、これを記録調査をされまして、このようなものにですね、まとめられた。なりになる直前まで原稿を全部まとめ上げておられたんですが、今度発行を見る直前になったのが欲しいというわけです。三重県というのは伊勢の大神楽ですとか、非常に日本の姉妹の非常にこう求めないような部分を抱えている地域でありまして、それをですね、非常に詳しく調査されて、動画を中心に今記録をし、そして写真ということでございます。でこの本は500部作成されて、三重県内の図書館等にご寄贈されているということで、なかなかこちらの方で目に触れることは少しくないかと思うんですが、その一部をですね、その白板の一番右側に抜粋をですね、掲載しております。で、こちらにですね、一番その写真上の真ん中に鳥居露木様のお姿があります。それから右下の部分にQR コードがこの本には付けてあります。これをご覧になると動画が見られるという、非常にすごいサービスがされております。そのお亡くなりになった後の発行ということで、奥様が大変な ご努力、ご家族も大変なご努力をされたと思います。そんなことで、まずは獅子博物館賞の
服部克幸さん、あなたは平成18年頃から14年間にわたり三重県内の200箇所に及ぶほぼ全ての芝居の記録撮影に取り組まれ、考察を加えたその成果を当初の計画通り平成31年4月に三重県の獅子舞として自費発行されました。もしくも発行の直前に破壊なされましたが、このご著作により日本の獅子舞文化の基礎をなす重要な一角である三重県における獅子舞文化の概要が明白となり、我が国の獅子舞の形成過程の一端が明らかとなりました。この研究成果は獅子舞文化研究の上で大変重要な業績であるとともに、全国の研究者、研究機関および獅子舞伝承者、工芸家などにとっての偉大な範であります。よってこれを称え、第13回獅子博物館賞を贈呈します。令和元年11月24日獅子博物館館長高橋博士。主人はずっとサラリーマンをしていまして、定年退職になってから、何をしようかということでこの獅子の追っかけを始めたんですけれども、このようにね、本まで出版するとは夢にも思いませんでしたし、家族のものもね、あまり、協力ははっきり言ってできなかったんですけれども、自分でいろいろ考えながら、本当にね、朝、夜中が、私たちが知らないうちに出て行って、遠くまで三重県の橋まで走っては、寝袋を持って走っていきましたけれども、本当にね、亡くなりましたけれども、このような形で、ものが残ったし、皆さんにもちょっと知っていただけたしということで、主人としては大変喜んでいると思います。それで今前列でビデオを一生懸命撮っていただいている方いらっしゃるんですけれども、生前の主人そのもので私もちょっとね胸が熱くなっております。本当に皆さんどうもありがとうございます。会長さんどうもありがとうございます。この本はですね、私たちもこういう風に形にしたいと、おそらく誰しも思ってるんじゃないか、それを見事にやり遂げた、そういう業績に言っています。本当に素晴らしいお仕事をされて、遠くからどうもありがとうございました。